この神田の、銀座線に向かうですね細い通路、こう学生時代よく通ってたんですよね。なんかもうすごい久しぶりに通ってまだあるんだかって面白いですね。だから自分がずっとこの近くになんかお店もあった気がするんだよな。この辺りに自分が長い間通んなかった通路を通ることで自分のなんか脳の中のその使えなかった部分が活性化するっていうか長い回路のなんか長い間眠っていた回路が活性化するって。だからやっぱりね場所を移動するってのはタイムマシンですね。ここに来ないとおそらく活性化しない。確かお店あったんだよねここに。面白い。この通路だからある場所に行かないと活性化しないものってあるよね。あ今なんか電車が来てあのお兄ちゃん走ってるけど俺は諦めるわ次は乗っていくけど、嬉しいな。やっぱり来てみるもんだね。しばらく来なかったところにあの兄ちゃんも乗れなかったみたい。残念だったね兄ちゃん走ったけど残念だったねそういうこと言ってる場合じゃないわ。ということで、場所を移動するってことはタイムマシン乗るようなものであるというお話でした。わーすげー混んでる。皆さんいつも混んでるな。